じゃ次のメールを読みたいと思いますね。うん、こちらはですね桃の木さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は70回ペットについてを聞きながら書いています。うん、ペットと聞くとついコメントを送りたくなってしまいました。すみません。わかる。道端で猫を見つけると追いかけたくなるもん。ああそうですか。本当、うん、追いかけてきますもんね。<laughs> うん、え私のペットのエピソードですが、うん、今は亡きスピッツ。うん、名前はシェリー。当時15歳。うん が亡くなった時のことを思い出します。うん、シェリーは父が亡くなってすぐ突然亡くなったのですが、うん、その時不思議なことがありました。うん、父が亡くなり一週間ほどの頃、うん、突然シェリーがぐったりとしています。うん、シェリーはそんなに父にはなついていない子でしたし、うん、その前に父は四年ほど病院に入院をしていたため、一緒には住んでいませんでしたので、うん、父が亡くなったからといって後追いのように死ぬわけがないと思っていました。うん、ただ、 父が亡くなった直後にめいっ子が何気なく言ったおじいちゃんはシェリーちゃんと一緒に天国に行くんだよねという言葉が脳裏をよぎり、うん、すぐに獣医さんへ連れて行きました、うん、獣医さんに念のため入院させるとその晩シェリーは亡くなってしまいましたららら獣医さんは亡くなるような重病でもないし老衰にしてもそこまで身体機能落ちていないのにと首をかしげ悲しんでいました、うん、その後お寺で仮葬をし共同墓地へ入れていただいたのですが、うん お経を読んんででいただいていたた。だてるる間ににある映像が頭に飛び込んできました道に迷いに迷っている父を見つけ後ろから前からと吠えて正しい道に行くように引っ張っていくシェリーの姿さすがに父もシェリーに呼ばれるとそちらに向かわないわけにはいかずうろうろするのをやめて進んでいきましたそれでメイっ子の言っていた言葉となぜ突然シェリーが亡くなったのかが分かりやっと諦めがつきましたただ母は父と、 ペットをほぼ同時に失いボケボケになってしまっていたところ夜になると水入れのあった場所で音がしたり深夜に入ってくる気配がしたりと、うん、シェリーが心配でこっちにも様子を見ているような状況が来るようになりましたその後100日か日が過ぎた頃に強制的にスピッツを買わせ今の母はものすごく元気なばあさんになっていますよかったよかったただ今のスピッツに時々シェリーは体を借りるらしく 顔が突然変わったり仕草が変わったりということもあります、うん、ペットというのは本当に純粋に愛情を向けてくれるんだなと痛感しています、うん、という意味でございますね,いい話だねうん。うちで飼ってるあのブタタっていう豚もあのたまにうちのおじいちゃんがのり移ったりするんですよね、うん、最近見ないけど、ね、最近は見ないですけど、うん、あとあのー 僕があの調子が悪いと豚タタがガブって噛むと調子良くなるんですよね、うん、<laughs> そうそうペットとか動物の霊ってさ身軽だからさ人に比べて、うん、あのー、この世をうろつくこともさ割と苦じゃないんだよね人間が成仏できないのと違ってあそうですか、うん、この世を迷うとかそういう感覚と違うのよね、うんえー、だからねあの成仏してないんじゃないかとか心配する人もいるだろうけど、うんうん もっと身軽っていうかさ、うん、魂自体が軽いっていうか、うん、だから苦痛じゃないんだよね。うん